こんにちは、クレセーレ音楽教室です。よろしくお願いいたします。第1回の動画は音符とランプでインプットです。小さな子にとってカタカナとひらがなを覚えることも大変ですし、導入のうちに英語も覚えてほしいという思いもあり、どうやったら子どもたちが楽しく覚えられるか考えて数年前に始めたのが音符とランプです。まず1列がひらがな、他にカタカナ、日本語、いろはにほへと、カタ、次英語 ABCDEFG、 他に上級になったら、この見えづらいですがドイツ語が書いてあります。ほとんど英語と同じですが読み方やドドンドドンが違います。これは自分でカードを買ってきて、そこにドレミを書いていくだけです。私はズボラなので100均の真っ白な名刺カードを買って殺風景なトランプを作ったんですが、可愛いカードで作ってあげても良いと思います。ただ柄で中に書いてある音符がバレてしまうのは良くないので、柄を変えるのであればこの1列で同じ柄を作るようにしてください。まずはこのカード作りから準備します。最初から全部を作る必要はなく、小さいお子さんでしたらこれだけとか、英語も覚えたかったらこれとこれとこれなど理解できるようなところから作っていって、理解が深まったらどんどん増やしていってみてください。まず一つ目が七並べの方式で遊ぶ音符並べです。本当は裏返して人数分、振り分けてあげて1枚出したものの前後を出していきます。これであれば先行の方がソを出したり、次の方がシを出したり、カタカナとひらがなが入り身だっていいので順番に並べていきます。割とドレミファソラシって順番に学校でも覚えるので、下から上に上がることは皆さん得意ですが、上から1個下に下がることっていうのが増えてな方が多いので、だんだんこうやってやってると覚えられるようになります。また慣れてきたら英語を混ぜてあげて、この隣がこのように英語を出せるようになるといいと思いますし、上級者になったら隣の音ではなく1個飛ばしの音を置いていくとか、2個飛ばしの音を置いていくなどやっていくと、その 音程を取るための練習にもなりますので、いろいろ勉強になります。難しくすることはいくらでもできますし、簡単にすることもできます。次はおなじみのババ抜きです。1枚カードでババを作ってあげてください。そしたら配られたカードで、例えばラとA っていうのが同じ音だっていうのが分かれば、これで捨てていくことができます。そうすると何と何の音が一緒なのかというのが覚えられるようになるので、これもいくらでも難しくすることもできますし、何人でやることもできますので、遊びの幅がすごく多くなります。まただんだん覚えてきたら、こういうどのシャープとレのフラット同じ音なので、この組み合わせで捨てるということもできるようになるので、こんなカードも作ってあげると勉強になります。最後は神経衰弱です。めくってめくって、ファの音は日本語でヘの音なので、これでセットになるというような、ちょっと難しいですが覚えていきますし、まだ小さなお子さんは、カタカナとひらがなだけでやってみるのもいいと思います。ただ、カタカナのレとひらがなのシがちょっと分かりづらくなりますので、色鉛筆などで違う色にしておいてあげると分かりやすくなります。こんな風に最後グループごとにまとめられるようになるといいと思います。以上いかがでしたでしょうか。お休みの間、親子兄弟で遊びながら楽しく音を覚えてくれたら嬉しく思います。それではお聞きいただきありがとうございました。